飯能市役所インフォメーションです。博物館で広島長崎原爆資料展を開催しています。飯能市は平成31年3月に平和都市宣言を制定しました。この度本宣言の制定を記念するとともに、平和を訴求するオリンピック・パラリンピックの東京2020大会を応援する東京2020応援プログラムとして、広島市・長崎市と共同で原爆に関する資料展を開催します。広島平和記念資料館・長崎原爆資料館が収蔵している被爆実物資料やそのレプリカ、被爆者が描いた絵、そして被爆者と高校生が共同で制作した原爆の絵など貴重な資料を展示します。国内において広島・長崎の実物資料が一堂に会して展示されることは少なく、とても貴重な機会です。期間は9月5日日曜日までです。ここからは展示資料のごく一部ですがご紹介します。埼玉のパラリンピック聖火を展示します。埼玉県では8月19日に東京2020パラリンピック聖火リレーが行われ、飯能市でも関連事業を実施します。聖火ビジットのご案内です。飯能市を含む県内17市町村の火を集めた埼玉のパラリンピック聖火から分化した火をランタンで展示します。日時は8月19日木曜日13時から17時までです。場所は飯能市役所本庁舎中庭ウッドデッキです。次に聖火採火式のご案内です。飯能市では埼玉のパラリンピック聖火の元となる火を起こす採火式を8月19日木曜日午前6時30分から東部ヤンソンあけぼの子どもの森公園で開催します。なお式は関係者のみで行います。東部ヤンソンあけぼの子どもの森公園で灯した火が県内17市町村の火と一緒になり、その分化した火をご覧いただける貴重な機会ですので、ぜひお越しください。飯能市乗り合いワゴンの愛称を募集します。令和3年3月10日から清明地区及び加地地区で実証運行を開始した飯能市乗り合いワゴンは、実証運行の結果から運行経路等の検証を行い、令和4年1月から本格運行を予定しています。本格運行に際して乗り合いワゴンが市民の皆さんから親しみを持っていただけるよう愛称を募集します。応募対象は飯能市に住所を有する方です。募集期間は8月1日日曜日から31日火曜日までです。応募方法はご覧の方法でお願いします。応募用紙は飯能市ホームページからダウンロードできます。また交通政策室でも配布しています。応募条件は愛称が飯能市乗り合いワゴン〇〇となりますので、〇〇の部分を10文字以内で応募してください。なお著作権上問題のある名称は
使用できませんので注意してください。選考により決定した愛称は広報飯能及び飯能市ホームページで発表します。また決定した愛称の応募者には飯能市乗り合いワゴン特別乗車券を贈呈します。お問い合わせはご覧の交通政策室へお願いします。8月1日は水の日、8月1日から7日は水の週間です。節水に取り組みましょう。水資源の有限性、水の貴重さや水資源開発の重要性について国民の関心を高め理解を深めるため、毎年8月1日を水の日、8月1日から7日を水の週間として定めています。水は限りある大切な資源です。毎日の生活になくてはならない水や快適な暮らしを守るためにも無駄遣いをせず大切に使う工夫をしましょう。すぐに取り組める節水の方法を紹介します。コップに水を汲んで歯磨きを行いましょう。歯を磨くときに30秒間水を流したままにするとおよそ6リットルの水を使います。コップに水を汲んで磨くとおよそ5リットルの節水になります。食器は溜めすすぎで洗いましょう。5分間水を流したままですすぐとおよそ60リットルの水を使います。桶に溜めて洗うとおよそ20リットルの水で洗います。お風呂の残り湯を洗濯などに使いましょう。お風呂の残り湯を再利用するとおよそ100リットルの節水になります。シャワーをこまめに止めましょう。シャワーをこまめに止めて使う時間を2分間短くするとおよそ24リットルの節水になります。トイレのレバーを使い分けましょう。トイレの小のレバーは大のレバーに比べておよそ2リットル少ない水が流れます。それぞれの家庭に合った節水方法を考えて無理せずできることから取り組みましょう。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。今日どこ行くの？楽しみだね。大声出さないで。バスや電車の中では大声を避け、マスクをつけましょう。結構空いてんじゃん。混む時間を避けたのよ。外出や行楽は空いている時間や場所を選び、人と一定の間隔も取りましょう。入店時には手指消毒や検温、マスクの着用。対面を避け、ソーシャルディスタンスを保ち。さあ、何を食べようかな。マスクは食べる時だけ外し、会話はなるべく控えましょう。料理のシェアや大人数、長時間の飲食は避けましょう。じっくり選ぼうぜ。商品をベタベタ触っちゃダメよ。買うものは事前に決めておかないと。日頃からマスクの着用や手洗い、消毒、検温を行い、体調を確認。テイクアウトやデリバリーも利用して人との接触を控えましょう。新しい生活様式、飯能スタイル。